青森県は八戸市に来ております。マックスです。東北の青森県の南部地方でよく食べられているせんべい汁という食べ物があるんですね。ね、怖いね。まず一言で言うとすげえうまい。カメラが回ったら回ったって言ってよ。YouTuber 主役は君なのさ。オレどうもマックスです。私は本日サムライティングのチャンネルでここに来てます。あ、うわー、犬が逃げた。犬が、うちの犬が逃げた。ハチーハチーハチーどこにいるんだよ。ここかゆい、ここかゆい。ハチー、あー、いた。ハチーって違う、ハチー。はい、というわけで青森県は八戸市に来ております。マックスです。本日はこちら、はい、バルハチさん、こちらですね。なんとこちらサムライティングなんでね、まあ、日本の食に日本の紹介をしたいんですけれども、こちら東北の青森県のこちら南部地方でよく食べられているせんべい汁という鍋物があるんですね。これ結構歴史のある食べ物なんですけれども、特にこの食べられてると。で、今回デカ盛りを食べたいなと思ったんですけれども、個別にご協力いただいたのがこちらの改めてのバルハチさんこちらなんですね。普段はこちらのメニューでないんですけれども、青森県の南部地方で、食べられているせんべい汁、今日の文化こちらですね。日本食の文化こちらに触れてみたいと思います。よろしくお願いします。ハチー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 、すいませんはい、というわけで今バルハチさんちょっとお鍋をご用意していただいてるんですけども、その前にちょっと皆様にお知らせが、まあ、マックス鈴木一番好きな食べ物はやっぱショートケーキなんですけれど、最近好み変わってきまして、アップルパイに変更してもらっていいですか。構わないですけど、逆にどうしてるんですか。はい、というわけでこちら、なんで今の時何だったんですか。バルハチさん今こちらメニューあって、ちょっとご紹介させていただきたいなと、はい、で、バルハチさんこのシーズンシーズンでね、メニューがこう変わるんですよ。はい、パパパパって変わるんですけれども、一応今トラスやってるのが11月なのでこちらのメニューになります。で、一応おすすめがあって、とりあえず言っておけ、まあ、かなりこうおつまみ系のメニューが豊富なんですけれども、うん、こちらの焼きサバなめろというのがありまして。焼きサバなめろ、はい、生ではなくて焼きサバです。こちらがかなり ご好評ということでお客様に、はい、あとこちらですね、4月から8月ナンバーワンだった麻婆豆腐、うんうんうん、こんなメニューとか、あと他にもまあ県産の、はい、長芋のわさび漬けですとか、結構揚げ物系も含め、あ、ごめんなさい、煮込み系も含め、かなりバラエティに富んだラインナップになってますので、うん、気になった方はぜひぜひ来てみてはいかがでしょうか。はい、はい、それでは、早速鍋が来ましたので食べてみたいと思います。オープン。おほほー、うわー、めっちゃいい匂いする。で、これで完成じゃないんですよ。こちらになんとおせんべいがあるんですけれども、はい、こちらのおせんべいをズコズコ入れて煮立たせながら食べようかなと、はい、なんで僕は詰まったのかよくあります。今言われたからカットしてたのに。なんで笑ってるんですか、あなた。青森まで来て、そうですね、本当にもう雨降ってきたんですよ、こっちは。それではいただきます。よいしょ。これもバキバキ突っ込んでいいらしいんで、はいはい、で、なんかちょっと割りながら入れるみたいなんですよ。これやっぱこっちの方ではこれメジャーな光景なんですか。このせんべい終わって中に鍋に入れて食べるっていう。ね、ワイルドですよね。あ、なんかね、リアクション取りづらいっす絵描いてあるよ、これ。何これ、なんか松みたいな絵が裏と思ってて。あ、本当だ、なんか描いてる。じゃあこういうことなのかな、多分。なんですかね。ちょっとせんべいの方はこうひたひたになってもらうのを待つとして、中の具の方からいただけますかね。どうかー。
かも僕ちょっと欲張りなんででかいあの丼用意してもらいましたから。あ、確かにでかい。これ具の種類すごいっすよ、これ多分。はい、それでは早速いただきますと。はい、僕が予想ったやつ、あっちゃったった暑かった、だいぶ、あっつぇあの、鶏肉ですかね、これは。あとは、うん、しめじ、はい、しらたき、ちくわかな。あ、本当だ、ちくわ入ってる。ネギ、人参、もうかなり具沢山。いろいろ入ってますね。ね、まだちょっとスープからいただきたいんですけど、あっつぁさっきやったよ、そのリアクション。かもこれ、結構ぐずってるからちょっと止めますね。そうですね、一回止めましょうか。はい、これはね、マグマですよ、マグマ。店主の方から。おー、ありがとうございます。レンジャー、はい、ちょっと痛かった。痛かった。ちょっと痛かった。熱い熱い熱い。あー、いいっすね。いただきます。スープから。うん、どういう出汁なんですか？あの、はい、かなり具材の旨味が溶け出してる系の、うん、ちょっと優しい甘、ちょっと若干甘めな醤油って言ったらいいのかな。甘い醤油なんですね。なんですけど、うん、なんだこれ、なんか甘めなんですよ。甘めなんです。うん、とりあえず甘いのは。とりあえず一言で言うとすげえうまい。これがおせんべいなのかな。せんべい。あ、せん、あ、もう溶けてるんですね。多分。あ、うん、あのすげえうまいですけど、なんか例えるなら。なんかお餅とお麩の間みたいな感じです、うん、とろみがあるけど軽い、はい、ちょっと軽くてお餅よりは軽いんだけど、でもお麩よりはとろみがあって、はい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 、って感じかな。ちょっと固めが好きとか、はい、じゃあちょっとこの若い方をちょっと食べてみたいと思います、はい、あ、全然違う。あ、違う、そんな違います。そして僕はクタクタ派だ。あ、鈴木さんクタクタ派が好き。多分こっち。ごめんなさい、正直言っちゃいますけど、うん、こんなにうまいですよね。ちょっとびっくりするレベルでうまいです、これ。せんべい汁、なんかいろんな具材が入ってるんで、なんか味喧嘩するのかなと思ったんですけど、そうでもないんですね。めちゃくちゃハフハフしません？これ結構こちらの地方でも昔から食べられてるもの、ちょっとだけ調べたんですけど。そうですね、結構昔から。はい、昔から食べてるみたいです。歴史の長い。あの、はい、これマジで、うん、この美味しいスープを吸ったおせんべいっていう味じゃないです。あ、なんかおせん、美味しいスープを吸ったおせんべいじゃないですかこれ、うん、なんだけどかける3ぐらいでなんか謎の旨味が加わってる感じがする。へー、ただあの、まあ、汁、スープ吸っただけじゃないというか。そして本当初めて食べましたね。これスーパーうまいし、多分あの結構食べやすい。あ、食べやすいですか。味付けとかいろいろ。これ多分相当万人受けするタイプの味だと思います。ちなみにいわゆる家庭料理、そうなんですか。昔から食べられてる、はいはい、食べられてる。まあ、家によってちょっとまあ若干味付けが変わってきたりとか。そうですね、はい、で鈴木さんがそこまでうまいって言わしめる、ね、力があるってすごいです。はい、いっぱいうまいと思う、本当に。やっぱ季節は秋から冬ですから鍋は。そうですね、やっぱり冬場なら。これせんべいって鍋だけなんですか？鍋用のせんべいと普通のせんべいって若干違う。あ、違うんですけど。普通のせんべいって普通に食べるってことですか？普通の食べるせんべいとまた違う作り方をしてるので。あ、でもそういうのもあるはあるんですか？はい、は売ってます。鍋用せんべいとして鍋用では売ってます。これせんべいって一種類ですか？なんか味とかあるんですか？あ、せんべいの味も様々あるありますけど、ちょっとくるみ入ってるのとかもあったり。え、それあの鍋にも入れたりするんですか？鍋に入れるかとかは、まあその人によってですけど。へー、で今回は結構ベーシックというか。そうですね、ベーシックな。なるほど。うわ、煮込まれてんなこれ。
優しい味なんですかね。最初に聞いていいですか。今日長いでしょ。長いでした。もう急ぎたくないんで。あ、全然今日グルメ会なんで、はい、しかもあのなんかもうゆったりと、うん、こう青森のこうなんか空気を感じながら行きたいんで。わかりました。今日長いですよ。 OK です。まあ本当に言うとまあ暑いだけなんですよ。嘘本当にでもゆっくり食べたいの。全然今日はグルメ会です。これって、はい、東京でも食べれるんですか。僕東京なんで。多分出してるところはなんか結構あるでもそこまで多そうな感じはしなさそうです。そうですね。この俺鶏の出汁がなんか肝な気がするんですよね。あ、鶏の出汁これなんか特別な感じですか。いや、もう本当に普通の鶏肉ですね。あのうちで出してるのは鶏の鶏手羽元を使った出汁で鶏胸に入れて。あ、多分これあのこのお鍋もう美味しいんだけど、多分 それのベースにあるのが多分ご主人の味付けなんでしょうね。だからなんでしょうね。あ、なるほど。って思った。なるほどなるほど。だってあのご家庭によっていろいろ違うわけですもんね。それこそ。そうですね。だったらそうだ。これバルハチさんのせんべい汁食べたいと思った時は相当事前に予約してちゃんと許可。そもそも出してくれるんですかこれ。今回特別メニューで作っていただいて。これ特別メニューなんでね。はい、ご予約いただければ。ってことは500円、まあ、概要欄に連絡先等々入れてやさせていくので、そこから僕も今夜予約入れたいんですけど。入れちゃう。マジでうまい。作ってくれるかな。マジで。いや、こんなにお肉も野菜もその今日のこのせんべいも美味しく食べれるんだったら、そんなもんいくらでも食いたいわ。具だくさんですね。これあの実はね、うん、こう食べる前にスタッフさんが Y さんが食べたんですよ、はいはい、食べますよって言われたんですけど、はいはい、僕はその最初の一口大事にしたいんでいらないですって言ったら、じゃああげないってなんか謎のこと言われたんですけど、食べた顔がマジでうめえって言ってたんで、あ、何なんだろうってずっと楽しみだったんですけど、はい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 、もう想像をはるかに超えてきたと。あの全余裕で超えてます、うん、余裕で超えてめちゃくちゃうまい。こんなにくたってんのお肉も。ほんとだ。ほら、これぐらいくたくたになるまで煮込んでいただいてるんですよ。うん。あの、うん、地方いいっすね。すごくいい。知らない食がたくさんありますね。しかも美味しいっていう。ちなみにご主人は、はい、作り方はその、まあ、ご家族から教わったとか。そうですね、やっぱりそれぞれ家庭違うので、うん、まあ、今回作ったのは私じゃなくて彼なんですけど。ああ、そうなんですか。もう一方の、まさかのどんでん返し。めちゃくちゃうまいっす。本当にうまいっす。これはこう家族に伝わる作り方みたいな。そんな感じらしいです。今の感じそんな感じじゃないですよ。多分違えんだろうなと思った。ちょっと違いません？ちょっと違う。雰囲気が。例えうまくできました？これはね、あの Y さんのリアクションされてたのは本当そのままですよね。あ、めちゃくちゃうまいんだけど。どういう、もうこれって感じよ。本当にこれって感じ。例えはない。本当にこれって感じ。ただ優しい味なんですよ。それは間違いない。いや、少なくともリピートは絶対しますね、うん、正直ものすごいいい印象を持ちました僕は。
めっちゃめっちゃうまい。すいません、ウーロン茶おかわりください。はい、お願いします。信じられん、むちゃくちゃうめえ。マジゆっくり食ってたけど結構スピード速いですけど。なにこれ、本当にうまいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、うん、もっとくたらせたいんで、うんうん、中身は本当、あ、おせんべいはもう最後の最後にガッていきたい。ああ、わかりました。鈴木さんは結構、マックさんは結構クタクタ系が好きと。あ、もうドクタクタだと思いました。うーん、もうドロンドロンがいいっす、これに関しては。中の方までしっかり温まってるから、掘り返す湯気がすごいっすね。で、このいっぱい食べても、うん、体に優しい味がするんで、あ、はい、そのなんかね、打ってこない、なんかこう、なんていうんですか、塩分でうーとか、例えば、はいはいはい、そういう感じは皆無。食べれば食べるほど健康になりそう。野菜、結構多いと見せかけて、しっかり肉とかも入れて、食べ応えもありそうですね。わかりますこのとろみ、ほら、これ多分せんべいのあれが溶け出してるんだと思うんですよ、おそらく。あ、このとろみっすか。はい、伝わるかな。シャバシャバではないと思うんですよ、これ。これ伝わってほしいな。わかるかな。これがたまらんのっすわ。はいはい、いや、視聴者の方、皆さんこれわかりますかね、このとろみ具合。うん、まだ早い。うん、これぐらいの美味しい。どれぐらい、もうなくなっちゃう。これあったまるわ。これ冬は最高でしょうね。これ青森ってこう上の方、大間とかあっちの方とか、あとこの秋田寄りの方とかだいぶあるじゃないですか。なんかテレビで一回見たのが方言が全然違うみたいな。え、その道県の中でも全然違うんですか。違います、ね。津軽弁と南部弁ですね。ちょっと分かれる。ここは南部弁。こっちは南部。こっちは南部。青森市とか清水の方が津軽弁。で、こっちはもう南部弁。青森の方ですね。え、道県の人なのに分からない。そんな違うんですね。なんでなんですかね、っていうか、そこまで縦に長い剣でもないんですよ。なんでなんですかね、すげえ気になる。ちょっとゴリペディア、ちょっとゴリペディア、ゴリペディア、ちょっとゴリペディア、はい。ちなみに今、天の声さん、パート2、はい、作ってくださった方にいろいろ先ほどそうお話伺ったんですけれども、なんとですね、この、まあ、味付けというか、まあ、味がそれぞれ家庭によって変わってくる家庭料理って先ほど伺ったじゃないですか。もっと厳密に言うと、具材が変わるからだそうです。そうです、具材、醤油ベースはあんまり変わらないんですけど、具材によってやっぱ私の味も変わるので、へぇ、ちょっと味が変わってきたりします。へぇ、僕もこれがすごい、もうとても美味しいと思う。ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にマックスにバシッとハマっております。ありがとうございます。いや、本当にうまい。
ちょっと僕こういうことは普段あんまやんないんですけど、うん、ちょっと僕の携帯ちょっと待ってですか。ちょっと写真撮りがあまりにうまくてこれをあの嫁さんにちょっと再現してほしいっていう。そこの帽子、そこにありますよね。これ僕侍でこんなことなの初めてかもしれないですね。それぐらい結構マジで感動してるんですよ、俺。これなかなかレアな感じです。本当に美味しい。何言ってるかわからないレベルってヤバくないですか、冒険で。だって新宿に住んでる人が渋谷マジ何言ってるかわかんないよね。ってことですよね。ってことですよ。あ、でもなんかそのなぜそんな違いが生まれたのかに関してはまだ分かってないんですけど、今ボリペディアによるとですね、津軽弁と南部弁にはそれぞれ特徴が見られると。で、津軽弁、あ、まあ南部弁から言いましょうか。南部弁、こちらの方はイントネーションがすごい緩やかで間延びしたような感じがする。ゴリちゃんの青森県講座、イエーイ。はい、お願いします。はい、で、あと言葉の割に丁寧な表現がたくさんつくため優しい感じがすると。で、情緒があり女性的だそうです、南部弁は。逆に津軽の方は発音が簡潔で歯切れがいいと。南部弁に比べてですますに相当する丁寧な表現をあまり用いないそうです。で、語調が語調とか抑揚が強いんで、津軽弁の方は男性的っていうふうには言われるそうです。こちらで例えば、うん、関西だったらあのこうめっちゃ好きやねんみたいな九州だったらなんかあの水筒体みたいな、水筒体とか好きっちゃんみたいな言うじゃないですか。はいはいはい、こちらの女性ってその今みたいな感じだとどういう感じなんですか。何か県民賞県民賞。あ、でも俺も気になるかも。え、気になりません？正直気になる、気になる。そこ、そしてすごい大事だと思うんですよ。大事大事。女性に振ったらないって言われる。すごいけどないって言われた。それは僕の存在がないってことだよ。それじゃ、それじゃ、振られた？振られた。落ち込んじゃった。え、なんかなんかないですか、そのめっちゃ好きやねんみたいな言い方。あ、じゃあそこは標準な感じなんですか。全部に脱線が作ってます。ズギーみたいな。めっちゃズギーみたいな。あなたはさえ。ボビーにダスケって好きな。好きダスケ。好きダスケ。あ、なるほど。ダスケ。ダスケ。好きダスケ。ダスケ。ダスケ。こっち、それは南部弁に該当するんですか。そうです。もう南部の方だけです。なるほど。ダスケ。好きダスケ。これ実際聞いてみないと分かんないですけどね。多分。ちょっと言ってもいいですかって言うと相当怒られると思うんで言えないですけど、これは夜の街に繰り出すしかない。やめなさい。あ、ダメ。まだヒール、まだヒール。え、津軽の方ですね。津軽の言葉を直接聞くことはちょっとかな。まあそういう違いがあると。これはこのあれですよ、全国スナックハンターのマックス鈴木。スナックおじさんね。はい、スナックおじさん。夜のパトロールに出た時に検証したと思います。はい、生き方書かれてください。なんなら今さすがに。うますぎる、これマジで。とろみが強いんで冷めづらいですね。冷めづらいですか。やっぱこう、温まりますよ、これは。温まります。まあ、冬にね、
寒い時に食べると最高ですね。あ、ちょっとあのさっきの津軽と南部の話に戻るんですけど、はい、なんかその津軽弁と南部弁合わせて青森弁って一切言わないらしくて、結構もう全く違うものとして扱われてるそうです。で、昔からなんか山脈を挟んでいたのと気候も違っていたと。なんなら江戸時代の時の藩も違っていて、もう交わることが少なかったんですって。なんで、あの、まあ、南部弁と津軽弁に結構がっつり分かれてしまったっていう背景があるそうです。トマスさんじゃないみたいですね。今のね、ゴリちゃんがそうなんですかってパッて作ってくださったかと、こうやってパッて見たんですけど、そしたらその作ってくれたら同じ感じで後ろの人見ましたよね。そうなんですか、そうなんみたいな。多分そうじゃないと思う。このことだと思うな。なんか県民性みたいなのって南部の方と津軽の方が違うんですか？じゃあ、 もっと突っ込んだこと聞いていいですか？南部の方じゃないですか、津軽の方のことどう思ってますか？津軽方面の方のこと。もう吹っ飛びました。マジですか？がっつりっすね。すごいっすね。そういう感じなんですね。いやでも、若い人たちはそんなことないです。結構その、年配の方というか。へぇ、昔はもっとトゲトゲしかったかもしれないですね。そうですね。そんなにトゲトゲしいんですか？あの、津軽弁は。僕、強めの方が好きなんですね。それは鈴木さんのさじ加減ですよね。はい、好み。好みじゃないか。そう、なんかいろんな 文献というか、いろんなこう、情報をいろいろ見てみたんですけど、やっぱり南部の人はちょっと優しい、女性的。で、津軽の人は攻撃的、まあ、ちょっと強い、男性的みたいな差別化すごいされてて。津軽弁ってパッとイメージがわからない。どんなもんなんやろ。どんな感じなのかな、うん、確かにね、津軽体験もやるのか、津軽って何だろう、いらっしゃらないですか。これ検証するしかないんじゃないですか、侍で検証しますか。だってこれも完全に日本の文化じゃないですか。確かに。え、しかもそんな、なんで津軽の方ってめちゃくちゃ距離が離れていたりとか、なんだろう、同じ同じ検証する検証する、近日公開でやるし、この辺にペペオンって出てるんですね。ペペオン、もし出てなかったら検証できてなかったって、出なかったって検証がダメだったっていう。みんなうまい。なんかスープ、あ、汁の色変わってきましたね。とろみがさらについて。
もうマックス鈴木の鍋ワングランプリで、うん、今のところ暫定1位ですもん。暫定1位、はい、あの鍋ワングランプリは僕の人生においての鍋ワングランプリですよ。なるほど。ちなみにリアル1位ですこれ。エントリー自体は結構多いんですか鍋ワンに。今日雨が降ってきましたね。全然耐えてねえなこれ雨が今雨降ってるんですよ。そうですね。雪ではないんですよね、まだね。暑さ、あ、でも結構暑そうですね。あ、はい、せっかく、ちょっと地元の方がいらっしゃるので、ちょっとあの、地元ならではの、こう、ローカルななんかグルメじゃないですか。あ、いいっすね。なんかあったりしますか。あんまりこう知られてないというか。ご当地の食事みたいな。なんかどこどこのたい焼きみたいなわかんないですけど、なんとなくそうイメージ的にはなんか、ああ、がっつりとしたお料理じゃなくてもそのおやつだったりとか、うん、そういったものとか、うん、あるかなこれ、あるかなこれ、まあ我々の忙しさやっぱり青森は、うん、のイメージですかね。あとやっぱ海鮮がすごいそうだな、美味しいな。発色行ってきました、発色。素晴らしいとこですね、あそこ。発色量も大体済んじゃうって感じ。すごいですよね、あそこ。本当に。ん？このおせんべいも発色で売ってるんですか？あ、おせんべい売ってます。発色で見ればよかったー。いや、見ればよかったですね、せんべいね。海鮮だったんですけど、サバとかイワシとか。あ、サバ、イワシ。サバ有名なんですか？結構僕あの焼きサバ寿司がすごい好きです。え、結構有名ですかね。いやちょっと有名というか、結構サバのイベントはやったりして、じゃあ、トヨダカも味もしっかりとされてる証拠じゃないですか。絶対見る、絶対食べ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 る、5回くらいで絶対前になんかこう、青森ならではと言いますか、はい、もしくはあのご主人の方でこれ個人的に食べてほしいかと、もしあればですね。でもまあ、我々ね、せっかく青森に東京から来たわけですから、せっかくならなんかもっともっと美味しいものをたくさん食べたいなと思います。キーワード打つとお店が表示されるじゃないですか。で結構普通は辛口なんですよ、2.3 とかね、まあ、それが当たり前なんですよ。レビューは結構低めなんですよ、そのグーグルさんに関しては。そのホロンバイルっていうソフトクリームはカフェ 4.3。 おお。え、しかもめちゃめちゃ海のね、そうですね。あ、行きましょう行きましょう行きましょう。あ、行きましょう。あの、行きたいですけど、これが、あ、海岸なんですね。僕今どんぐらい食べてるんですか、時間。だいたい30分ぐらいです。あ、でもこんなもんすか。全然そんなもんすよ。三大ソフトと言われる、まあ、こんな感じの
のなんですけど、はい、結構その東大とかが近くにあってもうかなり絶景ポイントと、本当雨が降ってなかったら最高だったんですよ。そうですね、ね、あ、いや見たかったですね、うん、なんか生クリームをふんだんに使用されてるそうで、すっごい濃厚なミルクの味がするそうです。でしかも種類も豊富らしいんで、うわー、いいじゃないですか。好みに合わせて、そういう時マックさんいいですよね。なんか好きなものをたくさん食べたいだけ食べれるんで羨ましい。いや結構あの嫁さんとかは結構あの嬉しいって言ってくれましたね。本当俺もいっぱい頼んでいっぱい食べれると嬉しいんですけどいろんなものちょっとずつ食べれるって言って、あーなるほどなるほど、そうか、奥様からしたら。魅惑のせんべい、あれもう、え、もうほぼ終わるの、まあ、入るかなと思ったら入りきんなかった。いやあんだけの量あったんだ。入るかなと思ったら入りきんなかった。ちなみになんですけど、はい、まあ、なんかいろいろ青森のグルメ、いろいろ伺ってたんですけど、あ、ありがとうございます。この、じゃこれちょっと編集で、映像の方には、視聴者の方にはヒラメの漬け丼というのが、ここね、僕ね、ご存知ですか。ここかなり有名ですよね。あ、そうですか。ですよね、しかも、混むんですよね。すごい、これ僕ね、正直ね、カメラあるなし抜きにして行きたいなって思ったところの一つ。ああ、はい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 、すごいですね。2014年第1回全国丼グランプリ海鮮丼部門の金賞に輝いた。そうなんや。君が乗ってんすか、ドローンってね、これですってヒラメでしたっけ。いや映えてんすよね、これ。ねえ、美味しそう。すごい並ぶんですか。混んでないときは珍しい。あれですか、閉店時間早いとかそういうパターンですか。なんか朝一とつって昼頃になくなるみたいな。普通の食事でございます、今回。本当に美味しいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。これ、ね、やっぱ、めちゃめちゃくたらせた方が自分は好きですね。そうですか。くたらせた方がうまい。くたらせた方が。もう。
もっともっとブヨブヨでいいと思う。どうしても先ほど最初に 入ってたぐらいの、はい、あれぐらいが僕は。きりたんぽ鍋食べた時も結構衝撃を覚えるぐらいうまいなと思ったんですけど、これもやばいですよ、本当に。本当にやばいですね。ちょっと似てますけど若干ね、でもなんか違う。やばいわ、本当にやばい。正直これ一袋僕多いかなと思ったんですよ、割ってて先入観で、あと2袋ぐらい欲しい本当に美味しいです。だってこれ持って入れたらもっとドロッドロになるわけですもんね。いやお土産は郵送ですね、これは大量に買いたい。これで全部入るかな。じゃあ鍋どうしよう。じゃあはい。わかりました。正直、後半になればなるほどうまい。あ、僕の場合はくたくたお好きですもんね。とろみが、うん、で結構こうとろみが好きな方は浸せば浸すほどって思いますね。こう実食してない人間からするとそこせんべいを入れるで浸すだけでそんな変わるんだっていうのは結構意外でしたね。そんなマッチするんだっていうのは。外国の方来たら絶対青森県来てこれ食べてほしいですよね。あーはいはい、日本の文化ですね。本当に美味しいですよ。それにチキンスープがベースだったら多分食べやすいと思うので。あー副菜一番少ないですね。一番というか少ない方ですもんね。すげえ美味しそう普通に食べてますけどね、僕普通に食べてますね、普通に味あっどうしました。ちょっと焦げたとこもうめえんだ、これあ、おこげもあるんだ。うん、俺おこげ好きなんで、あ、いいな、おこげ楽しめるのもいいですね。これはすごいわ。すいません、ありがとうございます。いえ、ウーロン茶を代わりいただきました。ありがとうございます。
忘れるとこだったほぼ忘れてた。青森といえばニンニク有名ですよ。うん、これ黒ニンニクなんですか。あ、唐辛子ニンニクか。はい、こちら無添加の青森県産の国産のニンニクですね。はい、を使った唐辛子、うん、ニンニク唐辛子。やっぱりね、今日パトロールしなきゃいけないから夜砂越しさんだけど叩かれねえかなマジで叩かれねえかな。え、そんなにこれって普通に売ってるんですか。発着で売ってます、はい、いや、買う買う即決っすね。そんなにそれなんですか。ニンニクの味がする唐辛子。うん、こんな感じですね辛みのあるニンニクパウダーって感じだな。あ、多分あ、じゃ結構ニンニクの香りが強いんですか。いや、もうめちゃめちゃ、だって今ちょっとしか振ってないですけど、うん、分かるかな、ごめんなさい、分かるかな。あ、分かる、分かる、分かります、分かる。なんかさっきまでは、入れるまではちょっと優しい家庭の味みたいな、でも今ちょっと痩せみが増えたというか、これ少し入れるだけでだいぶ変わりますね。びっくりするレベルで変わりますね。そんな相性あります。これはすごいです、あの影響力がやばい。こんなに変わるってレベルで変わりますよ。普通に美味しくいただく、まあそういう回ですかね今日。面白かった。めっちゃ目見開いてる。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。これありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと最後にちょっと聞きたかったんですけど、これお店さんの名前のバルハチのハチって八戸に八ってことですか。そうです。しゃきたー。じゃあね。